まあ、みたいということもあると思うんですけど、まあ、こういうふうに皆さんがね、しっかりと、ルールを守っていただいて、距離を守っていただいて、本当は、まあ、やっぱりね、さっきのね、金メダルの皆さんも分かる人はしたいと思うんですけど、それをね、ぐっと我慢して、この企画に参加していただいていることは本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。まあ、秋も深まってまいりましたけど、まあ、秋が終わっても次、冬に行こうとしますけど、年寄りみたいな話ですね。秋は、さて、もうすぐ冬の寒さが来ますよ。あ、そう？え、そうじゃないですか？え、最近そうだなと思って、なんか紅葉の地方の葉っぱが落ち着きて、もうなんかそういう季節の条件と健康のことに言われたら、年寄り。毎日ね、ちょっとね、湿布貼ってるんですよ。ちょっと寒いんですよ。そんな状況、絶対嫌ですね。そうそう、誰も知らない。あなたもね、僕はね、もう年齢差5歳あるんですよ。あなたもね、ここ2、3年で来るよ。腰痛が。とっても、大切なことも、
リーダー、今日の内容の作曲が、最後になります。この曲はまだ CD にはなってないんですけども、来年の1月のアルバムの、タイトル曲になっております。そして、来月12月には iTunes やチャプター、Apple Music など、先行配信が行われます。アンティークという曲をぜひ聴いていただければと思います。最後の終わりましたので、次の動画ではこちらで。
販売をさせてもらいます。また今日初めてお聞きいただいた方もおられると思いますので、資金をお願いしますので、ぜひぜひお立ち寄りいただけたらと思います。そしてごめんなさい、お客さん一番1回は最後のところは余韻を守らないなんか物販どうぞどうぞ終わった相手のにあこれ来ますどんだけ商売皆さん、ありがとうございました。